30日間本を読む。今日は5日目です。はい、じゃあ表現さん、前回の復習をしましょう。このページを見てください。運転手の鈴木さんが運転していますね。そうです。はい。そして、バスの前に何がいますか？大きいトラックがいます。そうです。バスの前に大きいトラックがいますね。うん、鈴木さんは早くうちに帰りたいですか？はい、そうです。早くうちに帰りたいです。早くうちに帰りたいな。で、鈴木さんは今どうですか？眠いです。そう、眠いです。鈴木さんが、はぁ、眠い。早く寝たい。早く帰りたい。と、思っているとき、何が止まりましたか？大きいトラックが止まりました。そうです。このトラックが止まりました。鈴木さんは危ないですか？とっても危ないです。そう、危ないですね。危ない。はい、ここまでが前回のお話でした。じゃあ今日は次のページを見てみましょう。はい、鈴木さん、危ない。鈴木さん、危ない。はい。キキー。鈴木さんはバスのブレーキを踏みました。踏みました。はい。ブレーキです。ブレーキを踏みました。キキーキキーブレーキの音です。ブレーキの音です。キキキキーキュイーはい。じゃあ、質問です。鈴木さんはバスのブレーキを踏みましたか？はい、バスのブレーキを踏みました。はい。バスのブレーキを踏みました。危ないですね。ちょっと待って。あー、鈴木さん、危ない。キキー。鈴木さんは何をしましたか？ブレーキを踏みました。うん、そうです。ブレーキを踏みました。じゃあ、キキーは鈴木さんの声ですか？ブレーキの音ですか？ブレーキの音です。そうです。ブレーキの音です。うわあ、危ない。は、鈴木さんの音ですか？鈴木さんの声ですか？鈴木さんの声です。鈴木さんの声です。そこね。鈴木さんは
バスのブレーキを踏みました。と、鈴木さんがバスのブレーキを踏んだ時、バスの中にお客さんがいましたか？お客さんはいませんでした。そうですね、お客さんはいませんでした。お客さんは一人もいませんでしたか？お客さんは一人もいませんでした。そうですね、お客さんはどうしていませんでしたか？お客さんはみんなバス停でバスを降りました。うん、そうですね、お客さんはバス停で降りました、ね、お客さんはバス停でみんな降りました。ですからバスの中にお客さんは一人もいませんでした。じゃあ鈴木さんはブレーキを踏みましたね。ブレーキを、そうです、ブレーキを踏みました。はい、バスの前にかわいい猫がいたからブレーキを踏みましたか？いいえ。トラックが止まったからブレーキを踏みましたか？そうです。トラックを止まったからブレーキを踏みました。そうです。トラックが、猫が、バスがじゃなくて、トラックが止まったからブレーキを踏みました。トラックの運転手は誰ですか？わかりません。え、わかりません？表現さん、あなたが運転手です。はい、そうです。あなた、私は運転手です。表現さんが運転手でした。どうして止まりましたか？トラックの前に小さい、バナナがありました。小さいバナナがありました。かわいい、かわいいバナナありました。怖いバナナ？かわいい、かわいい。かわいいバナナがありました。私はバナナが大好きです。うん、そうですね、食べ物は大切です。表現さん、鈴木さんはこのあとどうなると思いますか？多分トラック、うん、トラックにぶつかりますか？ぶつかります。多分、そうです、ね。危ないです。危ないです。はい。鈴木さんはこの後どうなりますか？心配です。鈴木さんが心配です。じゃあ今日は短いですがここまでにしましょう。